それでは始めていきましょう。トラ吉チャンネル、今日はサカツクやっていきたいと思います。さあ皆さん、現在ですね、クォーターアニバーサリー、ブラジル国籍染めが絶賛登場中ではありますけども、今回は今週の更新情報ということで、そちらのガチャは、僕自身はもうすでに300連引かせていただきますので、一旦休憩させていただきまして、今週の、新情報についてお話をしていきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、ではお知らせ画面にやってきました。サマーセレクションフェスというですね、新ガチャが登場になっておりまして、後でね、いろいろお話をしていきたいと思いますけど、なんとここにもですね、ブラジル国籍染めの選手がいるじゃないかというところをね、後で見ていきたいと思います。さあ今週の新情報としましてはですね、フランスリーグ開幕となりました。こちらはですね、事前に情報がやってきておりまして、フランスリーグ22-23、そしてフランススーパーカップ、カップ戦ですね、22-23が新登場という形になりました。新しい金アクセサリーが初回の優勝ですね、で獲得することができるよという形になっております。報酬はこんな感じですね。初回優勝で星5チケット、そしてミッション報酬、リーグ優勝するとこの金アクセサリーが、手に入るよと、こちら限定のものですので、ちょっと限界突破等はできないんで、重ねることはできないんですけども、十分強い形になっているかなというふうに思います。でこちらがフランスカップですね、の方も初回優勝で星5確定スカウトチケットが手に入るよということになっておりますので、ぜひね、ご確認をよろしくお願いします。さあ今週の通常時の立ち回り見ていきましょう。リーグランキングイベントということで、ひたすらリーグ戦をね、周回しましょうという形になっております。開催期間は1週間。リーグが増えてきまして皆さん大変だとは思いますけども、どこまでは1回をリザルトを残そうかっていうのはね、いつもお話をさせていただいております。で、だいぶリーグが増えてきて大変ではあるんですけども、一応ね、報酬の中に時短、ウォッチがね、入っているリーグに関しましては、リザルトを残しませんかというふうに思っております。一応ね、5000以内は皆さん頑張れば入れると思うんですよね。それなりにしっかりとしたチームで、そしてデッキの、自動変更か、戦術有利が取れるようにですね、設定をしておけば普通に周回していただければね、5000以内は入れるかなと思います。さあ上の4つですね、新しいリーグのフランスリーグはじめ、スペイン、イタリア、イングランドリーグに関しましては5000以内で、時短ウォッチ手に入りますので、もちろんそれより上位に入ればさらなるものが手に入ります。さあ2つ目のカテゴリー、フランス、イタリア、オランダ、スペインというところに関しましても5000以内で時短ウォッチが手に入るよというところになっております。そしてその下のカテゴリー、マスターリーグとマスターナショナルリーグの、90年代オールスターみたいな形のところも5000以内で時短ウォッチが手に入るというところになりました。そこより下に行くと時短ウォッチが手に入らないので、上の画面に戻らせていただきまして、はい、さて、今回は10個のリーグでリザルトを残してみようという形になりました。7日間で10個のリーグを周回しようと思うと、結構集中してね、自然回復をなんていうんですか、逃さずにやる必要があるかなとは思うんですけども、なんとか一番上はフランスリーグ、一番下はマスターナショナルリーグ90まで、リザルトを残していただけるのが、今週はいいんじゃないかなというふうに思います。そしてそのリーグ戦の合間にですね、 SWCC カップがやってきております。前回のかな、 SWCC カップの上位入賞者と実際に対戦ができるよという形になっております。 SWCC の52回ですね、になっておりますね。初回優勝報酬がそれぞれのディビジョンに対してありますので、なんとか黒ビブスたくさんこの間に手にしておこうというところになると思います。はい、試合報酬で、トロフィーが手に入るっていうのがこのイベントの特徴になっておりますので、ぜひしっかりとですね、初回優勝報酬をゲットしつつ、トロフィーを集めるという機会にしていただければというふうに思ってます。さあでは新ガチャ見ていきましょう。サマーセレクションフェスということで、新登場に5名の選手が来ました。この画面から見れること、まずは10連で GB2000 でいいよっていうところはかなりお得でございます。ただね、クォーターアニバーサリー、周年イベントがやってきている今、このガチャに手を出す人はほとんどいないだろうというところになります。しかし、若干ね、非行かどうか迷える要素はそれなりにあるよというところをご紹介していきたいと思います。はい、10連が 2000GB で引ける上にですね、星5選手必ず1人確定となっております。ただし、新登場選手は5名で、はい、その他にも、5名の選手、新登場選手は4名か、失礼しました。で、その他の、にも7名の選手が登場する可能性があるということで、星5選手全部で11名
登場になってますので、まあ、狙いの選手が出るとは限らないよというところをね、ご注意していただければというふうに思います。さて、今回新登場となった選手を見ていきたいんですけども、一番やっぱり皆さん見ておかないといけないのはこちらのジエゴ・カルロス選手でございます。こちらですね、新登場となっておりましたセンターバックで総合値は準適正、準最強レベルの、11,847、 S ランクの能力アップがギリギリないよというところが上限の選手になっているんですけども、この選手がですねディフェンスキーマン持ちというところは見逃せないかなと思ってます。チーム戦術がポゼッションの時にディフェンスキーマンに設定するとディフェンスに配置した得意戦術がポゼッションの選手のタックルとパスカットがチューアップし、パスカットスキルがチューアップするよというところでございます。まあどうかなと思います、現状ですね、今回のブラジル国籍染めだけで言いますとセンターバックの選手たちは非常に弱い。ジエゴ・カルロス選手と同じ、総合値になの選手が登場になっているという形になります。まあ、そうなるんだったらこのジエゴ・カルロス選手もし引くことができちゃえばレギュラーで使ってもいいんじゃないかなと。イバニエス選手と、フェリペ選手だったかな、この2名に関しては全然強くないん で特殊なチーム全体に関わる特徴も持っていませんので、もしジエゴ・カルロス選手引いてしまえば使っていただいてもいいかなと。で、過去シリーズも含めてブラジル国籍の得意選手とポゼッションでセンターバックで強い選手っていうのが実はまあ2人いて、まずはですね、去年の、ブラジル国籍染めでやってきていた、いやでもねブラジル国籍染めのその後のね追加ガチャだったかな、戦術別スカウトかなんかで登場したミリトンがね僕も持ってるんですけども、まあ通常で出るブラジル国籍選手は一番強いかなというところ。そしてもう一人がですね、ブラジル国籍染めという括りではこちらもやってきていないんですが、イングランドリーグスターズというのがですね得意選手とポゼッションでやってきておりまして、でかつブラジル国籍でありますチアゴ・シューバ選手、この2名がですね、通常で獲得できるところで言いますと、ブラジル国籍のセンターバック2枚として、S ランクの能力アップが2つ持っているよというタイプの能力の選手になります。この2人を持っている場合はジエゴ・カルロス選手ちょっと総合値的にもねいくらディフェンスキーマン持っていても劣るかなと思いますので引く必要はないかなと、現状は思ってます。そしてね皆さん、レジェンド選手って現在ね、スカウトからもうごくごく稀に登場する可能性があるよっていう選手がいるんですけども、まあ、その中にもですねアウダール選手というセンターバックの選手がいまして、まあ、この選手をもし運よく引けてる方はですねもちろん使っていただいたらいいんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、その3名ぐらいが現状センターバックのレギュラー候補選手になります。まあ、ただしここまで紹介したお話は注釈付きでございます。というのが今度来週ですね、更新されまして、クォーターアニバーサリーのブラジル国籍染めの第2弾が結局登場となります。まだまだポジション、新登場になっていない、ところもありますし、重ねてさらに強い選手が登場するポジションもあると思います。そこに絶対にディフェンスキーマン持ちの選手はやってくる。まあね、これはしょうがないです。ジエゴ・カルロス選手がいくらディフェンスキーマン特徴で出てきていても新たなるディフェンスキーマン特徴の選手が出てくると考えてほぼ間違いないと個人的には思ってます。だから、ジエゴ・カルロス選手の立場ってどうなるんだろうっていうところがあるんですけど、僕はねこのガチャ全然引いてみてもいいかなと、ブラジル国籍染めは極めるのであればと現状は思ってます。しかもこのガチャ登場期間が今週の1週間のみでございます。7月26日にはなくなっちゃうということは、クォーターアニバーサリーの第2弾が登場してから引くかどうか判断することができない。まあ、これ非常に難しいところだと思いますね。ジエゴ・カルロス選手の凸もなかなか厳しいでしょうし、迷う要素は結構あるんですけども、まあ、皆さんね、一つ考えていただいてもいいんじゃないのかなというふうに思ってます。はい、ということでジエゴ・カルロス選手、ブラジル国籍染めのセンターバックについて長々とお話をしてしまいましたけども、その他の選手も簡単に見ていこうかなというふうに思っております。さて、今回登場となりました選手たち、やっぱ5名が新登場だと思うんだけどな。じゃあジャカだけ違うのか、ジャカだけは新登場じゃないんだなきっとね。あ、そうですね、表に出ている5枚の中でジャカだけが新登場じゃないというところです。簡単に見ていきます。ラウル・ヒメネス選手、中央突破
世界大会セレクションスターズの、S ランクの能力アップ2つ持ってるタイプの選手として登場しました。しかもオフェンスキーマ持ちというところですから、あ、ここうまいこと欲しいポイントだなと思う方はね、狙っていただいてもいいんじゃないのかなというふうに思ってます。この12,800台っていうね、選手たちはこれからどんどん増えてくる、うん、さらに普通になってきちゃうところだとは思います。さあ、そしてポルトガル国籍染めの、ね、追加選手という立場、得意選手はカウンターのルベン、ビナグレ選手ですね。左サイドバック、総合値12,808は S ランク能力アップ2つ持ち、キャプテン特徴持ちでございます。逆襲の主将ということで、キャプテン特徴が、うまく、キャプテン特徴やポジションですね、うまくはまるよっていう方は、ポルトガル国籍現状めちゃめちゃ総合値強いと思いますので、さらなる強化につながるよっていう方は取っていただいてもいいかなというふうに思います。さて、こちら、イングランド国籍染めですね、じゃないな、マンチェスターユナイテッド染め、どっちでも使えますね、サイドアタック、総合値は12,822なので、ちょっとね、レーン特徴を持っていること以外は S ランクの能力アップがないタイプの選手なので使いづらいかなと思いますけども、左サイドの烈風というところを持っておりますので、必要に応じて狙いに行ってもいいんじゃないのかなというふうに思ってます。プラスジエゴ・カルロス選手が新登場、そしてジャカ選手のようにサイロクですね、12,800ホネラ S ランク能力アップ2つ持ちの選手もサイロクされているよというガチャになっております。まあ、個人的にはね、今話していてジエゴ・カルロス突するの厳しいしな、ディフェンスキーマン持ち第2弾のね、ゴータアニバーサリーのガチャで来てくれればいいかっていう気持ちになってはいるんですけども、皆さん、今日のお話聞いてみていかがでしょうか、僕はこう思うよ、っていう方はですね、コメントくださると僕も非常に参考にしたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、トップ画面に戻ってまいりました。今回は今週の更新情報をお話ししていきましたけども、いかがだったでしょうか、参考になったよ、次回以降も頼むよと思ってくださる方、ぜひ高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。まあ、今週はね、まだまだブラジル国籍染めね、引いてないよっていう方はですね、まあ、追加でなんとか引いていくタイミングになるかなというふうに思ってます。僕自身は300連引いてしまいました、ガチャの動画を4本ほど出しておりますので、まだ見てないよって方は見てくださると嬉しいです。300連引くとね、ガチャ画面からその特殊なスカウトのね、バナー自体が出なくなっちゃうんですけども、こちらの選手たち、今絶賛育てておりますので、なんとかね、次回の SWCC までに間に合わせたいなと思ってますので、一緒に待っていただけると嬉しいなというふうに思っております。ではね、今日の動画は短いですけども、ここまでにさせていただきたいと思います。失礼します。